はい、セーブ完了よということで行きましょう。さあ行く。もうボス来るか。そんな雰囲気でまだないんすけどね。いいぞヴィンセント。完全に一人単独で登ってます。無酸素単独です。ここまで来たら迷ってらんねえだろ。迷ってらんねえ。この試練には用意された正解なんて存在しない。ここまで登り詰めてこれたあんただから今ここで通るさ。じゃあもう一度聞くよ。ああ、自由への第3問です。あなたが欲しいのは刺激に満ちた混沌ですか。そうだ、その通りだ。なるほどね。俺は悪魔になる。天井はここでようやく中間地点だ。次の試練へ案内しよう。嬉しい。もっとやりたいから。しか道はねえ。どこまでだって這い上がってやるからな。突き詰めていってやるぜゲス野郎。クズ中のクズになったら、こうなったら。よし、他の羊は。そらそうでしょ。そらそうやと思います。俺はそうじゃねえんだバカ野郎。行く。もうめっちゃもうくねくね登ってんなぁ。もう落ちてるとも言える。登ってますなぁ。第4層最大の試練の4番目は決戦へとつながる細き道だ。決戦へとつながる細き道。足場はすぐに崩れ落ちてしまう。全ての経験を生かして。いやなぁ、もう時間ないってことか、それとも崩れやすいってことか、まあ両方なんですかね。時間がないんやろなぁ。どこまでだって戦ってやる。待ってろキャサリン。いいぜ。よし、もうおるしね。もう行くぜ。よし、まあ、とりあえず1個。いきなり中間地点ですか。いや、ここで使いたくないな。こいつのために使いたくないな。間違った、間違えまし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 た。無理ゲー、無理ゲー、無理ゲー。はいはいはい。ポン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 。よし、ちょっとか。ポン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 。はいはいはい、ポン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 。登ってく。ほら、ポン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 。敵おったら使いたいですけどね。ちょっとか。あ、間違った。お前のせいで勝手に死にやがった。しかも、はいはいはい、ポン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 。登ってく。はい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 。いや、調子いいぞ。非常に調子いいぜ。ずらしていく。はいはいはい、殺していく。よし、爆弾をうまく避けて。ほい。いや、すげえ登ってきた。爆弾を避けたいということで、こっちから行く。はい、ポンポン。殺しにかかる。こっちだぞ。よし、オッケー。殺しておく。え、殺せてない。せえ。いや、本当は殺したいんですけど。死ね。よっしゃ、ナイス。そしてなるべく爆弾を使いたくない。え、うまくやれたように見えたかな。いや、大丈夫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 っす。全然大丈夫っす。どけや。貴様になど構っている暇はないんだよ、こちらは。ポンポンポン。もうどんどん積極的に使っていこう、これね。はい、ポンポンポンと。ポンポンポンと。こいつでどうだ。こら、
はいはい、ポン。おっと、動くんじゃないよ。ポンポンポン。ここで来ないんですよね、まだね。先に見えたらね、嬉しいんですけどね、ここ来ないんですよね。ポンポン。敵が見えたら殺してから行きたいんですけど、来てないもんね。とりあえず取っていくわ。取っていきまして、よし、ゲット。おるのは絶対おるから、はい、ポン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 、上がってくる、上がりまくってくる。あ、はいはい、ポン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 、ささ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 さ、おった、クソ野郎。よし、これを利用して処分するっていうのはでかいっすよね。この爆弾をなるだけ、まあ、踏みたくはないっすね。あれ、吸い込まれた。これ嫌やな。吸い込みですか。いや、こいつ邪魔やねん、こいつマジでこれ邪魔やから。いや、全部落ちてってもうたな。そこに乗れる未来はあるのか。これを引っ張りたいですね。こうか。あ、いや違う、吸い込まれてる、またあそこに吸い込まれてもうてるのと、エッジに引っかかれない。よいしょ、こいつでどうだ。よし、上にさえ行けりゃいいんだ俺は。うわー、マジかー、積んどる、もう一個積んどる。よし、バカが、俺は行く、俺は登る。よし、俺は登る。あーって、何シューって爆弾の音してましたね。爆弾の音してたな。眠れ。それやね、多分。なんか爆弾の音してたわ、今。こいつでどうだ。お、お、お、ポンポンポン。はい、ポン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 、はい、ポン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 と、はい、ポンポンポンでズドン、はい、入れて、はい、ポン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 。もうこの辺まではもう余裕やねんな。かなり余裕になってきました。はい、ポン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 、上がってく、上がってく、上がってく、せっせっせっせ、よし、ゲット。はいはい、ポン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 。まあ、一個一個上がるのはね、そんなここに関しては難しくはないんですよね。下でその固めて作っておかないといけないというパターンはあるかもしれないんですけど、そこまでの難易度ではないですね、この現状だと。ただ爆弾とかがあるから、爆弾とかの処理をきっちりやっていかないと、多分これでこういうことやっちゃうと詰むっていうことっすよね、多分。なんか下からやり直す必要がこう出てくるから、ちょっと危ない。いや、爆弾っすね、やっぱ爆弾が一番危険やな。爆弾が最も危険だと思われます。クソ、こいつを、こいつをここでなんとかなんかギャッてやりたいけどな。でも爆弾絶対やってまうからね、起動してまうから。ちょっと捕まってきます、怖いわー。どんどんこう選択肢が狭まっていってしまうんですよね、足場が崩れまくって。いやー、厳しいな。
え、そりゃそうなんですよ。そりゃ絶対そうなんですよ。まあ意志使います。使っちまえ。いや無理やん。寿司しかない。これがめっちゃ邪魔すぎる。マジでこいつの処理を怠るとどえらいことになるんやな。おいおいおい、よいしょ。あいつまだおるよ。やつはまだいる。くっ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 。いやもう無理。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。一回目で一回目で。もうわけわからなかった。はあ、爆弾爆弾爆弾で全てを狂わされる。できれば爆弾にはもう絶対乗らないぐらいの気持ちで行きたいっす。そうっすね、もう爆弾には乗らない、乗っちゃダメぐらいの感じで行こう。爆弾乗らない縛りぐらいで行った方がいいような気がする。もうなるべくというかもう絶対っていうレベルで爆弾を使わない。よし、ゲット。ということを意識してやる。こいつで止まる。おい、間に合ってない。詠唱時間が。死んでる場合じゃねえ。死んでる場合じゃねえ。よし、よし、いくよ。よし、オッケー。唱えておく、詠唱しておく。よし、はい、おつ。よし、取ったか、取ったか。はい。よし、上がっていく。さあ、そして気をつけて爆弾を使わないように。なるべく爆弾を触りたくないという。こっちから。よし、よし、爆弾があるよ、気をつけて。そしてこいつを殺したい。こっち来い。かわす、うまくかわすわ。いやーこいつ殺してえなー。使っちゃう。ふう、邪魔っすねー。ついてくるな。うまくこうかまってあげないと。落ちろって。ふう、ずっとかまってあげないといけないぞこれ。あ、吸い込まれた、かわいそうに。吸い込まれましたね。あー、見てなかった。くわー、見てなかった。やっぱちょっと最後狭くなると途端に難しくなる。あの狭くなってる一つの原因としてあれがあるんですよ。こう潰れていって狭くなってる結果的に。崩れたことで狭くなっちゃうっていうことが起こってますね、一部ね。その地形変化しちゃってそれでわけわからんくなってるっていうパターンがあります。よし、めげてらんねえ。いくよ。よし、きっちり進む進む進む。
はい、ポン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 。この辺で約真ん中あたり、だいたい真ん中あたりです。じゃあここやね、あのね、あいつにやっぱね翻弄されてるっていう現状があるんで、あいつをなんとか倒したいっすね。倒したいからこの針をうまく、どうしようかな、白ブロックを持っていかなければあそこはまあ倒せるんですけど、めちゃくちゃプレッシャーやねんな、あいつ来ると押されるだけじゃなくて死ぬっていうのがね結構なプレッシャーになってて、よし、こいつでどうだ、よいしょ、はい、取っとくか。そう、本当はこれを取っといてさ、上のやつをぶっ殺して、よし、手押しゲット、あの折るやつをね、よし、その方がいいかもしれない。ちょっとそれで行ってみるわ。こいつ確実に倒して、ここがもうほんま集中できないんでね、これがもうとにかく邪魔。よし、ジャキン出る。ここどうしていくかな。もう一段登らないとダメなんですよ、ここね。むずいわ、爆弾なんよねこれが。あと一歩、わあ、またもう同じことやってる、くわー、同じことやってる、完全に同じこと死んだ。もう分かってて死んじゃうやつ。いや、分かってんすけどね。もうちょっとパターンというかテンプレでいかないとダメっすね。この辺まではいつも、おかしいぞ、なんかミスりましたぞ。まあ、よし、ゲット。ミスってもなんとかします。この野郎、やっぱこれ取っていくわ。隠してんじゃねえ。はいはい、うい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 、おっとずれる、これはやだね。はいはい、これが何のブロックかわからないので、あ、間違えた。ちょっと行って戻します。こう、なるべくやっぱ何のブロックかわからないものは触らない、極力。こちら、あーもうもたもたすんなよ、もうクソ、もたもたすんじゃねえわ、自分に腹立つ。クソ、分かってんのに。やっぱあそこ一個鬼門っすね。ちょっと針で倒すことを考えたい。まあやっぱブロック持っていきたいから、あそこ一個鬼門やな。よし、ゲット。こいつでどうだ。はい、
一掃する。いやここやっぱブロック持っていきたいんですよ。言うてやっぱ怖いから。一個気にしてたら一個忘れるからね、本当に。よし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 、おいおい、ここでよ、羊対策を、雑魚羊対策をちょっとしときたいなっていう気持ちが。どうやったら倒せるかな、あいつうまく誘導したいんですよ。来ないっすもんね。うわ、おい、まずいまずい、危ね。気をつけろよ、まだ針が出てないところがいっぱいあるから。もうくーも戻ったつもりやったっす。今戻ったつもりでした。方向転換しただけやったんかな。よいしょ、おい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 、ちょっと気持ちも焦っちゃって余計ダメですね。焦っちゃいかんよ。よし、つかしまえ。はい。はい。手をつけと。はい。引っ込みよった。引っ込みじゃん。よいしょ。あが、しょうもないこと言ってたが。ポンポン方式でいく。ポンポン方式で参る。しょうもないことはダメよ。はいはいはい。さあ来たよ、問題のポイント。丁寧に、こっち来てくれたらそこで引っかからないんですよね。ふう、危な。こいつでどうだ。うわ、もうほんまタイミング最悪。マジか今の。ちょっとせっかく置いたのに俺がこれ。いや俺のセリフじゃこれら、ほんま俺のセリフやから。して、よしよし、よっしゃ、上がるぞ俺は。薬、どういこうかな。爆弾を絶対にヒットさせないとあかん感じなんすよ。これつらいわー。あー、つらい。崩れんぞ全部。よし、冷静に冷静に。本、本がある。もう敵出てきたらすぐ使うで。崩れる、崩れる前に。バネになる可能性もあるからな。触っていくのは一つ勇気で、爆発したら終わりなんですけど、触っていくのは一つありはありなんですよね。もうほらほら、もうランダミシーすぎる。ここランダミシーやな。いやもう博打すぎる。よいしょ、上がっている。くわ、よっしゃ、来た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 んじゃないの。ほうほう、え、クリアか。ようやくか。狭くなってきた、狭くなってきた。来たーい。
やりました。よっしゃー。うー、まあ難しかった。いやー、まあ難かったっすね。いけるもんやねいけるもんやな。ゾクゾクするよ。ゾクゾクするやろ。いや、いけるもんす、いけるもんす。うわうわうわ、もう神々しい。ゴッドやん、これ。ゴッドステージ。いい、来た。宣言通り、次はこのトーマス・マトンが直にお相手いた。よっしゃ、来いや。次こそはくるっとしていただきますよ。くるっとよーし。はい、ということで今回ここまで。次がラストバトルになるのかな、わかんないですけど、とりあえず楽しみにしておきましょう。では見ていただいてありがとうございました。